実践株主優待権利取りということで、今回は SBI 証券でクロス取引をする実際の画面をご覧いただきたいと思います。で、SBI 証券でですね、株主優待権利取りのためにクロス取引を行うにはですね、権利付き最終日までの15日以内にクロス取引をする必要があるんですね。では早速やっていきましょう。こちらですね、 SBI 証券のログイン後の画面なんですが、まずは新規売り、信用新規売りを行っていきます。画面の上にあるですね、株価検索っていうところで、クロス取引をしたいですね、株のですね、検索を行ってください。今回は日本航空ですね、9201と入れて日本航空で行っていきます。こちらがですね、JAL のですね、株価情報画面になります。今日は4014円ということで、結構下がってますね。で、ここにですね、現物買い、現物売り、信用買い、信用売りという文字が並んでおります。今回は信用売りを行いますので、信用売りをですね、クリックしてください。これがですね、信用新規売りのですね、注文画面になります。で、まず最初にですね、確認していただきたいのはここなんですね。ここはですね、一般信用売りのですね、在庫状況を確認するところです。今日はですね、三角ということで残りわずかになっちゃってますね。でも注文できますので注文していきましょう。今現在はですね、これ午前中の、前場のですね、株価が動いているところです。まずクロス取引をしたい株数をここに入力します。今回は100と入れます。そして価格ですね。価格は成り行きと入れてください。そして成り行きの右側にあるメニューですね。ここですね、今株価が動いてる、ちょうど取引中の時間なので、引けなりと入れます。前場と後場の最中は引けなりと入れてください。引けなりっていうのはですね、最終売買時に約定するっていう注文方法なんですね。そしてその次ですね、信用取引区分は一般15日というふうに入れてください。で、ここで取引パスワードを入れて、注文確認画面へというボタンをクリックします。これ注文確認の画面ですね。確認していきましょう。まず確認すべきはこの取引の一番上の取引っていうところですね。ここが確実に信用新規売りの一般信用15日になっているかどうか、まず確認します。そして価格は引けなりになっているか確認します。右側ですね、手数料ですとか貸し株料が表示されてますので確認をして、注文発注っていうボタンをクリックします。注文が受け付けられました。では続いて現物買いを行っていきたいと思います。同じくですね、この画面の上にある株価検索という窓にですね、9201 JAL を入れます。すると続いてですね、JAL の同じく株価情報画面が表示されますので、こちらですね、現物買いをクリックします。現物買いですね。するとこれがですね、現物買いの注文画面になります。で、まずこちらのですね、東証をクリックしてください。東証から現物を買うという意味ですね。市場を選択するということで、間違いなくこの市場東証になっているのを確認しまして、続いて株数を入力します。これも数字間違いないようにしてください。続いて価格なんですけども、価格は成り行きですね。で、同じく、引け成りを入れます。はい、完了しましたら取引パスワードを入力して注文確認画面をクリックしてください。これ注文確認画面ですね。よく確認してみましょう。必ず確認すべきは価格ですね。引け値ありになっているかどうか確認してください。あとこれもですね、右側に手数料がですね、表示されてますので、確認しましたら、注文発注のボタンをクリックしてください。はい、注文が発注されました。注文が確実に受け付けられているかどうかですね、こちらの、注文紹介というタブをクリックします。この下にですね、注文中となっておりますけども、クロス取引のための、信用売りとですね、現物買いの注文が完成できております。
では引け後のですね、役場の状況を見てみましょう。引け後のですね、注文紹介の画面なんですけども、確かに黄色くですね、役場、クロス取引が役場されているのが確認できます。まず、JAL のですね、信用売り、役場4017円ですね。それから、続いて同じく JAL の現物買い。こちらも4017円で約定しております。はい。ではですね、権利落ち日になりましたということで、権利落ち日の現渡しで手締まいをしたいと思います。まず、トップページの取引のですね、信用返済、現引き、現渡しのタブをクリックしてください。するとこの画面が出ますので、手締めをしたいですね。信用売りを確認します。その中の現渡しという文字をクリックしてください。これが現渡しの注文画面ですね。ここで、100株ということでですね、すべて、注文枚数、注文株式枚数を入れまして、取引パスワード、そして注文確認画面を、のボタンをクリックします。はい、これが現渡しの注文確認画面ですね。問題なければ注文発注をクリックしてください。はい、現渡しの注文が受け付けられました。では注文紹介見てみましょう。注文紹介画面ですね。確かに現渡しが約定してます。これでですね、株主優待権利を取るためのクロス取引は完了となります。あとはですね、株主優待が届くのを待つという形になります。ご理解いただけましたでしょうか？最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。